こんにちは、ワンダーキッチンボリューム11、今日は、ACCA 赤さんのお料理を、ご紹介いたします。レポートは高円寺の食いしん坊大黒です。よろしくお願いします。こちらからバゲットとリエットということで、豚肉やワインなどを潰したペーストということですね。初めて食べます、多分豚肉のペーストは。めっちゃ美味しいですね。食感に重みがあって食べ応えがあります。今日はいつもビールなんですけど、今日はこの品の良いお料理に合わせてお昼からキャップをかぶりながら白ワインをいただきます。ビシソワーズということで、こちらですね。こちらは、じゃがいもとネギの、冷たいスープということです。めちゃくちゃ美味しいですね。めちゃくちゃ美味しいです。キャロットラペと紫キャベツのピクルス、酸っぱすぎず、結構野菜の甘みが両方あるから比較できるんで、それぞれ紫キャベツと人参の持ってる甘みがすごくよく分かるっていうか、生で食うよりやっぱり全然この野菜の甘みの引き出しがすごい分かるから楽しいです。ひよこ豆とツナのサラダ、これは結構食感にもアクセントがあってしっかり食べれる感じだし、サラダって言っても結構メインディッシュみたいな、こうコクがある感じです。いい気持ちになります。こういう料理食べると非常に良い時間を送ることができますね。日常とちょっとまた離れるので。サーモンとズッキーニキッシュ、またね、サーモンとズッキーニっていうこの組み合わせがこうそそるんですよね。パーフェクト。赤さんの料理へのこう向き合い方っていうか、そのすごくこう一つ一つ丁寧に仕事をしていく感じがこの一口に情報として入っていると思いますよ、これは。ローストポークのキノコソース。今多分見てる人みんな食べたくなってると思うんですけど、超美味しいです。さて、では続きまして、かぼちゃのクリームチーズ和え。おー、俺もとにかくかぼちゃがすごく、かぼちゃの甘さが伝わってくるのと、クリームチーズでもっとその口当たりが濃厚になって、本当にワインを飲みながらこういうの、ね、食べながらどんな話を誰としようかという、こう妄想が膨らんでくる感じですけど、はい、正解。間違ってる点が一つもないですね、これ。ちょっとレモンかけてみようかな。これね、わかる、食べてみてわかったっす。あんまりこうカレーにレモンかけることないんですけど、これやばいです。これやばいですね。もうこれがデザイン TV とかのライブ会場に出てきたらちょっとコンフューズしてしまいますね。これイチジクとクルミのパウンドケーキ、すげえ、本当に、ま、火の打ちようがないです。クルミも全体にも味染み渡ってて、イチジクがちょうど甘酸っぱさがパンの生地とマッチしている感じです。このイベントは、イエロー、そしてアンプカフェ、共同で、開催しております。いろんな人が作っているいろんなお料理を、食べてみたい、もしくは自分もこんなことやってるから、出演してみたいというお話
お待ちしております、これからもよろしくお願いします。ではありがとうございました。どうもまた。